けに来てやったぞ、背負い受ける姫様。静かに、あいつらに見つかる。遅くなった、ごめんな。今だったら、誰にも気づかれず、こっから逃げられる。急ごう、スタッフが来る。は？何言ってんだ。お前、このままだったら、あの男と結婚させられるんだぞ。やっぱり、脅されてんのか。大丈夫。あいつらが何してこようが、俺がお前を守ってるから。安心して、俺と一緒に逃げよう。ほら、行くぞ。ちょっと待ってて、なんだよ。時間ないんだぞ。悪ふざけとか、ドッキリなわけないだ。お前が好きでもない男と結婚させられそうになってるから、俺が助けに来てやったんだろうが。俺のことが好きなのに、おとなしく他の男のものになろうとしてんじゃねえよ、バカが。お前、こんな時まで恥ずかしかったのか。お前の気持ちなんて、とっくに気づいてる。言葉にされなくても、態度や視線で、俺への好意がダダ漏れだった。いつ告白してくるのか、ずっと楽しみにしてたんだ。俺から近づいたら、お前はびっくりして、小動物みたいに逃げるんじゃないかと思って、ずっと待っていたのに。気づいたらお前は、お見合いなんかしてて、その相手と結婚、許せるわけないだろ。お前のことも、相手の男のことも、どうしてやろうかと思ったけど、冷静に考えたら、お前が望んだことのはずないもんな。お前だって、辛かったな。悪かった。気づいてやれなくて。でも、ちゃんと迎えに来てやったから、もう安心だろ。本当はもっと早くにお前のことをさらうつもりだったけど、準備とか寝回しとか、いろいろやってたら、結局、結婚式当日になってた。でも、なかなかドラマチックだろ。望まない婚礼の日に、愛する人が自分を助けに来てくれるとか、女は好きだろ。ほら、俺の手を取れ。こっからお前を連れ出して、俺がお前を幸せにしてやるから。どうしたんだよ。俺のことがわかんないなんて。まさか、変な薬でも使われてるんじゃ。あいつ、後で絶対始末してやる。お前は騙されてるんだ。いいか、お前が信じなきゃいけないのは、俺だ。もう時間がない。抱えていくぞ。こら、暴れんだって。ったく、しょうがねえ。こら、噛んだろ。手も縛るけど、痛くないようにするから。まずはここを出て、俺が用意した隠れ家に行く。山奥にあるから、ちょっと時間かかるけど、きっと、誰にも見つからない。俺がもっと似合うドレス用意してあるから、落ち着いたら、二人だけで結婚式を挙げよう。神になんて誓わなくていい。俺に誓え。一生俺を愛するって。そうすれば、お前のこと、俺だけのお姫様にして、俺も一生愛してやるから。